Exactamente. そんなもんかな。まだ多分さ、これそこ届いてないで、これかもしれんけどね。2つついてるから今ついた。一発でイカ通った、これ。多分イカだらけなんじゃないですか、これ。イカだわ、イカイカ。これね、もう70メートル下から上げてこないかね。これ本当にこれを一発で食ったな、これ。これイカだわ、めちゃくちゃ嬉しい。 いやクラゲはかからんでしょ、さすがに。ちょっともう深すぎるな、この調子で。 70m 上げてきたら腕パンパンだね。でもあんまりね、大きくないんだよね、これ。 そうな、ペットボトルぐらいしかない。あれ、軽くなっちゃったな。あ、でもおるか。いや、多分上のね、エギにかけとったら、タモでスコア取れないかもしれない。針が小さい。これ、相当小さな。あれ、軽くなっちゃった。あれ？あれ？大丈夫か？小さい。ほらほら。釣れるに。どうすんの、これ。こっち入れるか。あ、ここで俺がさばきゃいいの？いや、でもあれだもん、動画とか見てるとさ、4、50センチの釣れとるでね。これ何かっちゅうんだろう。マイカ？まあ釣れるならイカだわな。これどうやって締めないの？こうか。あ、よし、閉まった。この股じゃないけどな。この股ではないけど。このぐらいの3つ4つおりゃ十分だよな、1日分は。イカが容器おるでイカ釣ってるの？みんなさん。手がぬるぬるになっちゃったな、これ。食ってくるけど、でもやっぱりさ、ああいうエギみたいな針じゃないとノリが悪いんだって。
一発で釣れるでな。さすがだわ。本当のそこだね。一番のベタどこだった。ほら、あんだけ1回メーターの船が出てるはずだわ。まああのちゃ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 ってしゃくってステーで食わせるみたいな感じ。もうそこでこうやってやっとって、でスーッと少しずつフォールしてたのがいいかもしれない。これこれ乗った。あー外れた。あのフォールでさ、いやフォールでテンションが抜けたんだよ今。やっぱイカだらけなんじゃない？そこ、これ、そこの方、一番の底だもん。